皆さんこんばんは。こんばんは。本日も健康寿命を延ばすお時間がやってまいりました。お客さんで結構多いのが、閉経されて体重が前より減りづらくなったっていう方が非常に多いんですよ。なので今日はですね、閉経によって起きる体のトラブル、そしてそれの解消法を紹介したいなと思ってまして。なるほど。閉経された方、生理の時生理が来なくなるっていうのはですね、体の中のエストロゲンっていう女性ホルモンの生成がされなくなってしまったっていう状態になってくるので、大きく分けると、まず一つは骨が脆くなってしまう、そして二つ目はコレステロールが増えやすくなる、上がりやすくなってくる、そして更年期障害、こういったやっぱ三つのトラブルが大きい部分かなと。なるほど、はい、思いますね。やはり閉経されて体調が前と変わったなっていう方がやっぱ多いじゃないですか。そうですね。なので今日紹介する内容を一緒にやって、はい、全てのトラブルを一緒に解消していきましょう。では早速始めていきたいんですけど、今日ご紹介する内容はですね、骨にこう衝撃、刺激を与えることによって骨を丈夫にしていく、強くしていくといったような内容になっていきますので、ちょっとこうどんどんとこう音が出たりするんですけど、マンションとかお住まいの方はその音がっていう関係でやれないかもしれないんですけど、まずあの動きを覚えていただいて、こうやれる場所を見つけてもらって、そこでやるようにしてもらえるといいかなと思いますので、まずはですね、かかとを上げてもらってですね、そのまんま軽く床にこうトンと打ち付けるような感じで、上げてトン、上げてトン、落とすように、これでかかとの方にまずは衝撃を与えていきます。これを1分間やっていきます。よーい、スタート。このですね、骨に衝撃を与えるっていうことはですね、ものすごく重要なことで、どうしても骨への刺激が少なくなってくる、歩行であったりとかっていうものも大事にはなってくるんですけど、こうやってどんどん衝撃が加わるっていうことで、カルシウムのホルモンっていうもの、カルシウムイオンが骨にぐーっと集まってくるので、骨が太く硬く強く反っていきます。はい、こうつま先立ちになる時にふくらはぎの筋力も必要になるので、はい、ふくらはぎの周辺の筋肉って女性ホルモンに大きく関係するじゃないですか。そうですね。だから女性ホルモンの分泌にもすごい良い運動になると思います、はい、これね、今更年期とか骨粗鬆症の人とか向けに紹介してますけど、はい、骨に刺激を与えるということはね、身長も伸びるんで若い人たちもね、やってもらいたい。確かに。バスケットとかバレーボールやってる人は身長を切るってジャンプして着地の衝撃で骨が強くなって大きくなっていますからね。確かに、はい、そうです。はい、 OK です。はい、そしたら今度はですね、その場で軽くジャンプをしていきます。そんなにこう高く飛ぶ必要はないので、軽くピョンと跳ねるぐらいの感じですね。はい、これを30秒間やっていきます。はい、よーい、スタート。はい、イメージはこう、はい、エアー縄跳びをやってるかのような感じですね。はい、飛ぶペースは自分のペースで大丈夫です。はい、で特にあのコレステロールを下げるっていうところに関しては、こういった体の大きい筋肉、特に下半身の筋肉を使って上げることによってコレステロールの値っていうのを下がりやすくなっていきますので、今ふくらはぎ周り、足首周りを動かしたので、今度はお尻周りとか太もも、結構下半身の大きい大筋群をアプローチかけていきます。はい、 OK です。はい、今度はですね、さらにもうちょっと負荷を上げていきます。さっきのですね、ぴょんぴょん軽く跳ねたリズムの中で、まずは右膝を上げます。膝を伸ばします。今度は左膝を上げます。膝を伸ばします。で、いうのを右左交互にぴょん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 、これも30秒間やっていきます。ではいきます。よーい、スタート。リズムとかペースは今の井上先生と同じぐらいのペースで大丈夫なので、はいはいはい、ちょっとね、負荷が今回は上がってますので。できるかな、これ皆さん。林間学校とかでこんな感じでとありましたよ。あったっけ、これ前も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 、はい、さあ、上手に登って、はいはい、はい、OK でーす。そしたら今度はですね、お尻に手を当ててもらってですね、はい、この手のひらに向かってかかとをタッチするようにして、こう軽く小走りのような動きをしていきます。これも30秒間やっていきます。はい、よーい、スタート。更年期障害とかに関しても、下半身の筋肉を動かしてあげることによって全身の循環が良くなっていく。で、そこからですね、自律神経の乱れっていうものが整うようになっていくんですね。そうするとこの自律神経の働きのおかげによって、更年期に起こってくる症状っていうものを抑えることができる。この温度差なんかすごく気になるんだけど、だんだんと説明してる人すっごい一人で頑張って一生懸命やってる人
OK でーす。そしたら最後軽く足のストレッチをですねしていきますので、はい、じゃあ右足を皆さん一歩前に出してもらって、軽くアキレス腱伸ばしをしていきます。これを30秒伸ばしていきます、はい、よーいスタート。呼吸も整えながら。正直、はい、今日俺疲れる内容やるとは思ってなかった。あ、本当ですか。そんなにすごい舐めてました。でももうこのエクササイズであれですからね、骨も強くなってコレステロールの値も下がって。下がる、これは下がる、はい、だって疲れたもん。だいぶハッハー言ってます。すっごい、こんな息切れてることなくない。確かに。あんまり。はい、OK です。今度反対側伸ばします、はい、よーいスタート。やばい、とても疲れた。呼吸を整えながらゆっくりじんわり伸ばしていきます。もうすっごい暑い。暑いよこれ。こんなに真冬なのに。いいですね。体温も上がってきます。先週雪降ったしね。確かに。どうでした雪？雪の日あれでした。出勤めちゃめちゃ怖かったですね。道路通ってて。確かにね。はい。お客さんでも転んで怪我した人出てきたんです。あ、やっぱり。でも僕もだいぶ転びそうになりましたね。はい、OK でーす。はい。そしたら今度はですね、右足を前に出してもらってこうクロスするようにしてもらったら、はい、そのまんま体前にぐーっと倒していきます。はい、これでももの裏からお尻伸ばします。30秒いきます。はい、よーいスタート。はい、このゆっくり呼吸しながらですね、整えながらじんわり伸ばしていきます。つい、すごい、なんか言われるがままにやるってしんどいね。確かにそうですね。皆さんの気持ちが分かりました。僕は今回に関しては本当にあれでしたもん、やる内容を把握せずに行きましたもんね、はい、言われるがまま。はい、はい、OK です。今度足を入れ替えてもらって前に倒します。はい、3球目いきます。よーいスタート。はい、すっげー伸びてるし、今使ったところの筋肉を全体的にぐーっと伸ばしてますので、やばいです。飛び方がやばいです。もう相当使った証拠ですね。すごい使った。大変だね、健康維持するって。そうですね。こう体を動かすってね、なかなか難しいですからね。そうね。いろんな動かし方あるよね。年齢の体って。そうなんですよね。はい、OK でーす。しゃー。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいね。ウォーキングより全然疲れるよ。なかなか今日あれですもん、息が整ってこない。そう、整わないよ、やっぱ。いきなりだったからかな。確かに。やっぱりね、体健康維持するためには、ちょっとぐらいの負荷が必要ですからね。確かに。はい、筋肉にも、心拍数にも負荷をかけて、あと骨にもね、しっかりと刺激を与えて、閉経後の体のトラブルをなくして、いつまでも美しく、綺麗な。このようにアペラス TV では今にも消えたいつまでも若々しくいたいその方々が増えてほしいって思う動画を投稿しているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。角川さんの協力を得てレシピ本を作ることができました。奇跡の美痩せマッサージ。この本はですね、頭の先からつま先まで体全身のお悩みに対して全て解決策が載ってる本になっていて、皆さんが悩んでるどれかしらの悩みの解決方法は載ってると思います。2月2日の水曜日からネットや書店で販売になるんですけれども、ネットで先行予約販売を行っております。この動画の概要欄に Amazon または楽天のリンクを貼っておくので、本もぜひ買ってください。本日もご視聴ありがとうございました。